俺の名前はコウスケ。妻と今年小学4年生になる息子のエヌスケと暮らしている。ある日、いつものように仕事をしていると、近くに座っていた仲のいい同僚が声をかけてきた。今日の仕事終わり、ちょっと時間ある？え？多分大丈夫だけど、どうかしたのか？ちょっと話したいことがあるんだ。なんだよ、深刻そうな顔しちゃって。じゃあ終わったらいつもの店行っか。そうして俺らは仕事が終わった後、行き慣れた居酒屋に行くことにした。で、話ってなんだよ？実はこれを見てほしいんだ。そう言って同僚は写真を見せてきた。そこに写っていたのは、妻が知らない男と腕を組んで歩いている写真だった。二枚目の方も見てくれ。そう言ってスワイプして、目に映ったのは二人でホテルに入る瞬間を捉えた写真。どちらも後ろ姿や横側の写真ではあったが、服やバッグから間違いなく妻だと分かった。ここに映っている女の人って、ああ、間違いなく俺の妻だな。これどうしたんだ？二日前外回りに行った時に見かけたんだ。やっぱりこれって不倫だよな。俺は大きくため息をつく。余計なお世話だと思うけど、やっぱりこういうのって一度しっかり話し合った方がいいと思う。同僚も何を言っていいのかわからないようで、目を泳がせて俺にかける言葉を探している。話し合いか。正直俺はどうすればいいか全くわからなかった。この写真でさえ間違いじゃないかとさえ疑ってしまう。とりあえず俺はその写真をもらい、更新所に浮気調査を依頼することにした。家に帰っても妻に浮気を疑っているのをバレないように、普段通り過ごしながら妻のことを監視することにした。お帰りなさい。今日もお疲れ様。どうしたの？いや、なんでもない。いつも通り変わらない妻。俺に内緒で他の男と会っているくせに。俺はだんだん怒りを覚え、愛は冷めていった。結婚はしてもいいが、問題は息子をどうするかだよな。俺は残業で遅くなることが多く、俺一人の手で息子を育てる自信がなかった。特に残業がある日は、俺が帰るまでお腹を空かせて長時間待たせることになってしまう。そんなことを考えながら過ごしていると、更新所から連絡が来た。結果は黒。やっぱりなと思いつつ、俺はそのことを同僚に報告しようとラーメンに誘った。やっぱりな、まあそうとしか見えなかったもんな。現場を目撃した同僚は苦笑いしながらラーメンをすする。これからどうしたらいいんだろうな。離婚は構わないけど、息子がな。妻に任せる気はないけど、俺一人で面倒見れるか。そんなのお前の気持ち次第じゃねえの。できるかどうかじゃなくて、面倒見たいと思うならそうする。それが男だろ。でも夜遅くなることも多いしな。息子さん今4年生だろ。中学に上がるまでって上司に頼んでみれば、きっと何か配慮してくれるだろう。そうだな、わかった。明日早速聞いてみる。別れ際付け加えるように、何かあったらいつでも俺に頼っていいからと言ってくれた。相談してよかったな。翌日俺は早速そのことを上司に相談しに行った。なるほど、わかった。お前も大変だな。頑張れよ。俺は上司にお礼を言い、感謝の気持ちを込めて頭を下げた。あとはエヌスケにどう説明するかだな。上司に相談してから数日が経ち、どう伝えればいいか悩んでいた頃、息子の方からアクションがあった。お父さん、ちょっといい？ああ、どうした？俺が自室で過ごしていた時、息子が珍しく入ってきた。あたりをキョロキョロしながら見回して、そっと扉を閉める。どうしたんだ一体？お母さん、
不倫してるの？え？思わず大きな声が出てしまい、息子は慌てて口の前に人差し指を当てて注意する。ごめんごめん。でもなんでそれを？やっぱりそうなんだ。今日家が近い友達が早退した時に、パパじゃない人とママがすごい仲良さげに一緒に家に入るところを見たって言ってて、まさか息子にそんな感じで真実が伝わってしまうとは。俺は言葉にならず、やたらでかいため息を漏らす。俺は息子にこれまでのことをすべて話した。ごめんな。別にお父さんが悪いわけじゃないから。沈黙が続き、俺は息子にかける言葉がわからなくなってしまった。その沈黙を不意に息子が破った。もしお父さんとお母さんが離婚したら、僕、お父さんと離れ離れになっちゃうの？今にも涙が溢れ出しそうな息子の顔を見て、俺は思わず抱きしめた。そんなことない。お父さんな、会社に相談して、お前が大きくなるまでは残業しなくていいって言ってもらったんだ。だからお父さん、お前と暮らすために頑張るから。これからも一緒にいよう。本当？それなら離婚してもいいよ。俺は息子が泣き止むまで強く抱きしめた。そして泣き止むと、俺は覚悟を決めてリビングに降りた。そしてパチン。俺は妻の頬を引っ叩いた。いきなり叩かれた妻は怒りをあらわにして怒ったが、俺が不倫の証拠を突きつけると顔を真っ青にして土下座した。ごめんなさい。本気じゃないの？ちょっとした遊びのつもりだったのよ。妻は俺の後ろに立っていた息子にまでみっともなくすがりつき、許しを請うた。しかし息子はそんな妻を引き剥がし、僕、もうお父さんと住むって決めたから。そんな、エヌスケまで。そう言うと妻はその場に崩れ落ち、力が抜けたように泣いた。俺は息子を部屋に行かせ、慰謝料などの話し合いのため、義両親に連絡して来てもらうように伝えた。義両親は説明を聞くと、俺に謝罪し、義母は妻の顔を叩いた。そして養育費を毎月5万払うことを約束させ、今後息子に会わないという約束をし、実家に連れて帰ってもらった。その後俺は不倫相手の家にも突撃した。浮気相手は結婚して二世代住宅だったので、家族がいる前で浮気の証拠を見せた。それを見た男は必死に言い訳を始めたが、奥さんにグーパンされて KO した。後日、弁護士を連れて再訪問。しっかりと慰謝料を請求した。それから1ヶ月後、俺と息子は実家近くのマンションに引っ越した。最初は実家の両親の力を借りて、なんとか暮らせていたが、最近は俺も料理が上達し、息子も家事を代わりにしてくれるようになった。この子がこれからまっすぐないい子に育ってくれることを祈るばかりだ。